どうも、こんばんは。小川智成です。今日はちょっとハイボールを飲みながら、ちょっと音作りをしていきたいと思います。何で作るかと言いますと、これね、スパーク40、ポジティブグリッド、スパーク40で、よいしょ、ちょっと音作りをしていこうかなと思います。まあなんかエフェクターとかアンプとかいろいろ遊びながら、お酒でも飲みながらのんびりと撮ろうかなと思います。まあたまにはこんなのもいいかなということで。さてさて、じゃあギターは、この前もらったフェンダージャパンで撮りたいと思います。まずね、今これは JC120 みたいなクリーンアンプかな。感じなのかな。なんかジャズ系のなんかやりたいですね。何がいいかな。マーシャルではないな。これはブラックデュオって、なんかフェンダー系ですかね。全部上げちゃおいいですね。ちょっとコンプかけましょうか。そしたらディレイを少し入れた方がいいか。あ、もうちょっとじゃあデジタルディレイで入れてみようか。あ、ヴィンテージがいいな。ちょっとやりすぎか、これも。少し下げて、これぐらいがいいか。
座で高音落として中音上げて、うん、これぐらいがいいかな。ちょっと他のにしてみようかな。マッチレスとか。うん。少しミドル全部開けちゃう。じゃあイコライザーやめて、コーラスかけちゃおうかな。ちょっとやりすぎ感が出てるな。少し下げて、これも下げて、
トレモロにしてみようかな、次は。これもいいなあ。フェイザーで少し弱めにしてみようかな。道具的なのもいっちゃおうかな。クラシックバイブとかね。あ、おとなしいか、結構。ユニバイブか。これはかなりえぐい感じだ。ちょっと楽しむにはいいっすね。まあ普通にイコライザーが一番いいっすね。ちょっと上げの。うん、これでいいですね。これでリバーブ入れちゃうと、あ、ディレイ入れちゃうとちょっとうるさいかな。そうでもないか。うん、これもいいですね。アンプはまあこれぐらいでいいか。まあストラトでセッティングしてるんで、ハムバッカーとかになったらまたちょっと違うと思うんですけどね。このホールナチュラルも意外と良かったですね。これは何だろう、チャンバーっていうのかな。うん、楽しめな感じですね。ルームスタジオ。ルームだからちょっとおとなしめかな。プレートショート、これはどうだろう。
となしめですね。やっぱこうガツンとホールアンビ、あ、ホールミディアムとかあるな。プレートロングとかもあるな。プレートロング、ロングだな。ロングすぎるか。ホールミディアム、ホールミディアム、うん、安いですね。やっぱアンビエントはちょっと使いづらいですもんね。一番気持ちいいかもしれないな。あえてこれにしようかな。でアンプもマッチレスで十分いいっすね。まあ、ツイードベースってこれベースマンとかだとちょっと歪んできちゃうと思うんですよね。アメリカンデラックス、デラックスリバーブとかかな。こっちは歪み系、もう5150とかになっちゃいますもんね。で、あとアコースティックアンプね。これベースかな？わかんないな。まあ、この辺でいいような気もするな。マッチレスで一回、ちょっとこれで保存しますね。保存した。じゃあこれを、ちょっとクラウドに上げときますね。あのクラウドっていうのかな、あのシェアしときますね。プリセット名は小川ジャズにしときましょうか。ジャーズ、
ジャンルにジャズってないんですよね。あ、オルタネイティブ。ポップに、ポップでいいか。シェア。これで小川ジャズで出てくると思うんですよね。小川。うん。小川ジャズね。ここにあった。あと、小川クリーンと小川クランチ、小川サウンド。これ、激しいやつ。小川クランチとクリーンとジャズを上げたんで、ちょっと後で、スパーク40使ってる方は、もしくは他のね、スパーク系を使ってる方は、ちょっとチェックしてみてください。よし。気持ちいいかもこれ。ということで、ちょっと今日は、ハイボールを飲みながらスパーク40、ポジティブグリッドのスパーク40でいろいろと音作りしてみました。ゆるい動画ですけども、たまにはこんなのもいいかなということで、でもし、ポジティブグリッドを使ってる方は、クラウドっていうのかな、上げときましたので、よろしければダウンロードして使ってみてください。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。